日本、山妙法寺大僧伽は、藤井日達創設の法華宗系の宗教団体。東京都渋谷区の日本、山妙法寺渋谷道場に事務局が置かれている。世界各地で平和運動を展開していることで知られる。新しい寺が建立されても、日本、山妙法寺という名称で統一している。日本国内外に、世界平和党を建立。移転後の三里塚平和党の位置、妙法寺は、平和、非暴力による、新東京国際空港建設反対運動に、加わっていた。1967年の夏頃から、妙法寺の僧、佐藤弘通が、反対運動のシンボルとして、平和の党を建設することを発案した。三里塚芝山連合空港反対同盟の小川。秋春が奉賛会を作るなどして支援して1968年4月29日に着工、建設の申請を受けていない千葉県成田土木事務所が手をこまねいているうちに工事を進め、翌年7月7日に4000メートル滑走路の建設予定地に完成した。塔に据え付けられたスピーカーからは僧侶の読経やうちわ太鼓の音が大音量で流されただけでなく、塔が障害となって、計器着陸装置が使えないようになった。当時ベトナムで行われていた、焼身自殺を念頭に、平和の塔を大執行で壊すなら、自分の体に電線を巻きつけ、抗議の電気自殺をすると公言する僧侶もおり、空港建設の障害となったまま手がつけられない状態が続いた。今井久志文。新東京国際空港公団総裁からの親書を受けた藤井日達が1972年に現地を初めて視察、空港施設のほとんどが出来上がっているのを目の当たりにした藤井は党の移転に同意。結果、平和党は同年11月15日に現在の航空科学博物館の隣接地にサイズを小さくして移転した。移転地には日本、山妙法寺の道場もある。平和党の移転に際しては、日本、山妙法寺と丹羽京四郎運輸大臣、川上典和千葉県知事、今井久志文、新東京国際空港公団総裁との間で、空港の軍事利用を行わない、旨が記載された取り決め書が交わされた。ありがとうございます。